菊花分三味三つぼ重要文化財つぼ、公営三年更新六月上旬、名南北朝時代箱根美術館像丹波立食い焼きは、兵庫県丹波笹山市、今田地区付近で焼かれる陶器、主に生活雑器を焼いてきた、丹波焼き、または立食い焼きとも言う。起源は、平安時代にまで遡ると言われ、六雇用の一つに数えられる。 中世の丹波焼きの特徴は赤っぽい土肌にかかる焼き締めによる自然有に特徴がある。備前焼き、しがらき焼に比べ若緑色の大人締めで爽やかな作品が多い。江戸時代以後は釉薬や技法が多様になったが、現代の丹波焼きでもその風合いを引き継いだ民芸調の作品が多く見られる。平安時代末期から鎌倉時代が発祥と言われ、 上り釜により、最高温度約1300度で50から70時間も、焼かれるため器の上に降りかかった松の焚き木の灰が、釉薬と化合して洋変、灰かぶりと呼ばれる独特な模様と色が現出し、また炎の当たり方によって一品ずつ異なった、表情を生み出すのが、丹波立食い焼きの最大の特徴である。 中世には六郎もちいない紐作りという手法で形を整え穴蔵用と呼ばれる独特の釜で釉薬を用いず焼き締めて作られた。初期には壺や亀、すり鉢などを主に作っていた。江戸時代に入るとのぼり釜が用いられるようになり大量生産品としてのすり鉢が堅牢であったため17世紀には中部関東以北に急速に普及し、 酒井さんのすり鉢が18世紀中盤以降に普及するまでは東日本で瀬戸と2分するシェアを誇った。一方で小堀正和等の影響により茶碗、茶入れ、水差しといった茶器の分野においても数多くの名器を生み京都や美濃焼に影響され釉薬を用いた陶器が誕生した。江戸時代後期には篠山藩の保護育成などもあり直作、和く、さ、 花湯、一これ、四作など世に名を轟かせる、陶芸家を輩出した。穴倉洋時代には、小野原焼と呼ばれていたが、上り釜時代に至って、現在の呼び名である丹波焼あるいは、立ち食い焼の故障が確立し、1978年には、丹波立ち食い焼の名称で、国の伝統的工芸品指定を受けた。現在、今田町上立ち食い、下立ち食い、 釜屋地区の釜本は約60軒あり、今田以外にも丹畑地区焼きを名乗る釜本が多数ある。2017年4月29日、丹畑地区焼きは、備前焼き、越前焼き、瀬戸焼き、常滑焼き、しがらき焼きともに日本六雇用として日本遺産に認定された。毎年10月の第3土曜日曜日には陶器祭りが開催され、普段は、 人通りもまばらな鎌本の立ち並ぶ工事まで多くの人々が繰り出し終日にぎわう。ありがとうございます。